はい、ということで皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、昨日行われました天皇杯ベスト16ですね、4回戦サンフレッチェ広島対愛媛 FC の試合について、試合後感想の方を喋っていきたいと思います。まあ、ちょっとこの動画が翌日の朝になるのかな、朝か、まあ遅くとも夜には上がっている動画だと思いますので、昨日行われました愛媛 FC 対サンフレッチェ広島の4回戦のですね、試合について喋っていきたいと思います。まあ、僕自身ね、スカパの方でまだフルフル見ることができてなくて、ちょっと昨日からバタバタしておりまして、まあ、ひとまず結果と、まあ、皆さんのツイッターだったりの方での、まあ、意見だったりっていうところを含めて、まあ、いろいろ参考にさせていただきながら、まあ、この試合についてまずは勝てたこと、そして、まあ、メンバーリング含めてどんな感じだったのかっていうのもね、喋りながらこの試合について振り返っていければいいのかなと思いますので、最後までご覧ください。このショータイムは普段広島の情報を発信しておりますが、まあ、J リーグを盛り上げようということでやってるチャンネルでもありますので、移籍情報であったり、まあ、広島以外のチームの、ね、分析だったりもしておりますので、ぜひぜひチャンネル登録高評価でね、 J リーグサポ、サッカーサポの方は応援してくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そんな感じで早速昨日の試合について振り返っていきましょう。はい、ということでですね、早速昨日行われました天皇杯ベスト16、4回戦サンフレッチェ広島対 FMSC の試合について、試合後感想を振り返っていきたいと思います。まあ、まずはね、結果の方から申しますと、2対0で見事サンフレッチェ広島が勝利をし、準々決勝ベスト8へ駒を進める形となりました。いやー、まずはね、本当に素晴らしかったと思います。まあ、そこを踏まえましてですね、先にまあ、他のラウンド16の結果というところを振り返ってから、まあこの試合の試合後感想を喋っていければいいのかなと思います。まあ、高い順の結果というところで、ビファレン長崎対横浜 F マリノスは3対2で、劇的勝利、マリノスが勝利をしました。で、レノファ山口対サガン鳥栖はレノファ山口が2対0で勝利。まあ、ちょっとね、ここはサガン鳥栖としても監督も変わって選手も抜けまくって、まあ、難しい状況でありますが、試合後なんとか監督、選手、そしてですね、サポーターが話し合う場面もありましたので、まあ、なんとかリーグ戦含めて残りの試合で頑張っていってほしいなっていうのは改めて感じましたね。うん。で、左ブックで言うとサンフレッチェ広島対愛媛 FC がサンフレッチェ広島の勝利。で、もう一つがガンバ大阪対湘南ベルマーレが、こちら3対2で、ガンバ大阪勝利をしました。なので、サンフレッチェ広島のベスト8の相手はガンバ大阪という形に決まりました。で、逆山がですね、ヴァンフォーレ甲府対鹿島アントラーズということで、2年前ですか、惜しくも優勝を取られたヴァンフォーレ甲府は鹿島アントラーズと対戦しましたが、まあ、先制点は取るも、最終盤で逆転をされてしまい、鹿島アントラーズの勝利。で、その相手となるのが柏レイソル対ヴィッセル神戸の試合が、1対0でヴィッセル神戸。で、最後のブロックがですね、京都サンガ対、大分トリニータは2対0で京都サンガ勝利をし、まあ、その再戦相手が北海道コンサドーレ札幌対ジェフユナイテッド千葉の対戦で、千葉が見事1対0で勝利を収めましたので、まあ、京都と対戦ということにもなりますし、まあ、久しぶりの千葉としてはベスト8進出となりました。まあ、なので、マリノス、レノファ山口、サンフレッチェ広島、ガンバ大阪、鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、京都サンガ、ジェフユナイテッド千葉の8チームで、優勝争いというか、まあ、次のラウンドに進んだという形になりますので、まあ、ここはまたね、天皇杯というところで、次の日程が迫ってくれば喋っていければいいのかなと思います。まあ、ちょっと前置きは長くなりましたが、広島対愛媛 FC の試合についてちょっと喋っていければいいのかなと思います。中3日になるのかな、というところで日曜日に、リーグ戦があった中で、中2日かということで水曜日に愛媛 FC との試合がありました。まあ、ここはですね、天皇杯のシステム上といいますか、スタジアムは愛媛 FC の試合、スタジアムということで行われましたので、まあ、広島としてはめちゃめちゃ遠いわけではないですが、ちょっと移動した中での試合となりました。スタメンですね、広島の方だけちょっと振り返っていきたいと思います。前節のリーグ戦と全く同じメンバーで来ました。まさかのですいやー、ここはですね、昨日上げたプレビューの方の動画で上げたのでは、2、3枚かな、まあ、ちょっとベテラン勢を変えたいということで、塩谷選手をベンチにしたりというところありましたが、まさかのスキッペ監督、まあ、気を抜くことなくということでフルフルのメンバーで来ましたね。
まあ、昨年ですかね、僕も見に行った栃木 SC 戦の、まあ、あの悔しい思いっていうのも脳裏にあったのかなと思いますが、まあ、この試合も気を抜くことなく、フルフルのメンバーでこの愛媛 SC 戦に臨んできました。ゴールキーパーが大迫選手、3バック右から中野選手、荒木選手、佐々木選手、右に荒井選手、左に、故郷で初試合となりました東選手ですね。で、2ボランチが前回ヘトヘトになっていました塩谷選手と、川辺選手になるのかな、川辺選手。2シャドウが三田選手と松本選手で、ワントップ加藤睦月選手という布陣になっております。はい、そんな感じで始まった試合ということで、まあ試合内容含めてですね、あんまり僕自身も試合を映像を見ることができてないので、どんな展開だったのかっていうのは分かりませんが、まあ結果的なところで言いますと、途中出場トルガイ・アルスラン選手が入ってからわずか、2、3分後ぐらいかな、何戦だっけ、セレッソ戦か、セレッソ戦を彷彿とさせる2枚のスライディングをキックフェイントでかわしての最後落ち着いてのシュートということで、68分に広島が先制点を取りました。いやー、ちょっとね、 X の方で上げてる動画見させてもらったんですが、とんでもないですね。まあ前回のね、セレッソ戦はもちろん素晴らしい、2ゴールであったんですけれども、まあ本物だったなと改めてこの試合で実感しましたし、うん、まあこれからの本当最終盤での活躍っていうのは期待が高まるばかりだったのかなと思いました。60分に先制点を取りました。で、そこからわずか10分後ですね、ここがまたトルガイ選手のアシストから最後は加藤睦月選手の2点目ということで、まあそこはまたの狙ったということはね、インタビューでも言っていましたが、しっかりと決め切って、公式戦2戦連発という形になりました。まあトルガイ選手のね、アシストというのは加藤選手ということで、この加藤選手とトルガイ選手で、生まれた2得点という形で、見事無失点で、勝利をすることができました。まあ、このね、2得点、複数得点取れたというのももちろん素晴らしいですし、まあ、勝ったということを大前提にして、無失点で、こういう試合も終えられたっていうのは、まあ、前節からの、また、一歩進んだ成長だと思いますし、週末の柏レイソル戦にも生きてくるような、素晴らしいクリーンシードだったのかなと思います。まあ、危ない場面もそこまでなかったというね、皆さんの意見もいただいておりますが、まあ、なんとしても、しっかりとこの試合に向けて準備をしてきて勝利をできたっていうのは素晴らしい、勝ちだったのかなと思います。まあですがね、前半というところでしっかりと決着をつけた中で、メンバーをね、まあ前半というところというか、まあ、疲れてる選手早めの段階で帰っていきたいのかなと思っていましたが、まあ愛媛もそう簡単にはやらせないぞと、まあ森脇選手中心にですね、しっかりと守っていたことで、まあ68分まで無失点で、やられてしまったということになっておりますので、あんまりね、メンバーを前半のところで中島選手と塩谷選手変えたぐらいで、他は、まあ2得点入ったというところでメンバーを変えてきましたが、まああんまり休めたかというとそういう試合ではなかったのかなと思いますし、まあ心身ともにしっかりと気を張った状態でのプレーだったのかなと思いますので、まあ少なからず連戦ということで、疲れはね、おのおの溜まってると思いますが、まあここから ACL も入ってきて、まあそうは言ってられない、カップ戦、そしてリーグ戦のタイトルになってくるのかなと思いますので、まあ、なんとか休んでですね、また日曜日か、木、金、土ということで、まあ、中3日にはなりますが、ホームで、柏レイソル戦、しっかりと勝てるように頑張っていってほしいのかなと思いました。うん。まあ、あとは怪我ですね、ちょっと気をつけてほしいと思いますし、まあ、何度も言ってる通り、高柄過密日程がさらに続いていく中で、まあ、怪我人が一人でも出てしまうと、ちょっとね、難しい終盤戦の戦いになってくるのかなと思いますので、まあ、本日、ドグラ選手は帰ってきましたが、うん、まあ怪我人を待ちながら、怪我人を新たな怪我人を出すことなく、チームのやりくりうまくやって、勝利をね掴んでいってほしいのかなと思います。また週末、リーグ戦ということで、現在5連勝では来ていますが、まあ前期のね柏レイソル戦も難しい試合でもありましたし、まあ今日ヴィッセル神戸に柏レイソル負けてしまったということで天皇杯も敗退になってしまいましたので、まあそういう鬱憤もあると思いますので、週末の試合にぶつけてきてね、難しい試合にはなると思いますので、うん、まあそれを跳ねのけす形で、しっかりと週末リーグ6連勝に向けて頑張っていってほしいのかなと思いました。そんな感じですかね。まあ試合後のところでもちょっと動画で見させてもらったんですが、森脇選手がね、広島のゴール裏まで挨拶しに来てくれて、まあ愛のあるちょっといじりというかという流れも見ることができましたので嬉しかったなと思いますし、うん、大原選手もね、愛媛FCの方に挨拶しに行って、非常にまあ平日ではありましたが、いい試合というか
いい試合プラスいい光景というのも見れた、めちゃめちゃ価値のある試合だったのかなと思います。まあ、ここからまたベスト8に進みますが、この愛媛市のね、思いも背負いながら、広島は優勝へ向かって、また一歩前進ということで、次のベスト8ガンバ大阪戦も頑張っていければいいのかなと思いました。そんな感じですね、今回は昨日行われました、天皇杯ベスト16、4回戦、サムレッチ広島対愛媛市の試合について、試合後感想ということで、紹介させていただきました。はい、ということでですね、今回は昨日行われました天皇杯4回戦ラウンド16サムレッチ広島対愛媛市の試合について試合後感想を喋らせていただきました。まあ本当にね、昨日のところはまあ画像の方で見させていただきましたが、愛媛のねスタジアムにもたくさんの広島サポーターの方がね、駆けつけていて、僕も行きたいなという気持ちは山々でしたが、まあ負けてらんないなというところも同時に感じましたので、またね、ここから広島に行く日程が決まれば皆さんにお伝えしたいと思いますし、まあ、それまではね、この動画を通じて広島の良さというところも皆さんに、伝えていければいいのかなと思います。ということですね、今日もお会いしましょう。この動画と思いましたらチャンネル登録、高評価、ご協力よろしくお願いいたします。まあね、ちょっと水曜日の夜中の方に、現在ね撮影をしておりますが、結構有力なアカウントの方から広島がラストピースストライカーを補強するんじゃないかみたいなね話もちょくちょく出ておりますので、まあそこを含めてまた進捗が出次第動画の方で取り上げていきたいと思いますし、まあリーグ戦カップ戦、忙しい広島ではありますが、まあなんとかね、全部のタイトルも狙いながら目の前の試合に集中して選手頑張っていってほしいのかなと思います。またね、週末の方には柏レイソル戦の試合前生放送もやっていきたいと思いますので、そちらのチェックもよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。今日もお会いしましょう。ではまた。